赤菓子は、ブナカコナラ属の常緑紅葉樹。別名、大菓子、大葉菓子、厚葉赤菓子、大赤菓子、菊赤菓子、姫赤菓子。和名赤菓子は、菓子の中まで、材が赤身を帯びることから名付けられた。本州の宮城県、新潟県伊勢、四国、九州、朝鮮半島南部、中華人民共和国、台湾に分布する。産地に自生する。 森林や山地、団体上部に多い。植栽として、神社や庭に植えられている。常緑紅葉樹の高木。高さ20メートルほど。森林内では大木になる。樹皮は、若際では灰色であるが、老木では不規則に剥がれて、大々色が混じったまだら模様となる。若い枝は、紫褐色をしている。葉はやや波打ち、長大円型で、 木部は広いくさび型で先端が尖り、小なら属では唯一巨子がないのが特徴で、時に葉状縁となる。葉表は新緑、裏面はやや薄い色となる。他の菓子類に比べ、扁平で厚みがある葉が特徴。新葉が開いた時は菓子色の毛がある。私有同種で、花期は4から6月頃。お花女は垂れ下がった形で、木菓子色のお花を多数つける。 メバナジョは溶液に直立し5.6個のメバナをつける。果実は喧嘩、いわゆる、どんぐりで、角土に、褐色の毛があり、翌年の秋に熟すと食べられる。糖芽は楕円型で細かい毛があり、葉の付け根につき、重なり合う、多数のガリンに包まれる。材は硬くて、器具、車両、船舶、機械、枕木、木刀などに使われ、特に木刀は有名である。 1978年、古市古墳群の一つである三鈴古墳からは、赤菓子を使った修羅が発掘され、話題となった。国指定都道府県指定市町村指定。ありがとうございます。